ございます。おはようございます。さあ始まりましたハートビートラジオ、太鼓芸能集団鼓動の小平一成と中込健太と住吉優太と野中純平です。このラジオは普段の舞台では感じることのできないメンバーの生の声をお届けしたり、リスナーの皆様からの質問やメッセージに答えていく、みんなで作っていくラジオとなっております。はい、今回はこの4名でお届けさせていただきます。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。配信されているこの日はですね、もう12月9日あたりだと思うんですけれども、収録日自体は11月の10日でございます。そうですね、はい。現在その頃はツアー回ってるでしょう。そうだ、鼓動焦燥ツアーの稽古を真っ最中ですね。あ、今はね、はい、今は、はい。そして配信されている頃は真っ最中ということで、はい、そんな時期に お送りさせていただいております。だんだんと冬に近づいてきたなという頃なんですけれども、今日はですねこの4名で、それぞれの舞台に向けた、体作りだったり、まあ、心の準備だったりもそうですけど、そういった、取り組みというのを皆さんにご紹介していただきたいなという回でございます。皆さんにこんなことあるよ、こういうことあるよということをみんなで喋っていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。よっしゃー、お願いします。さあちょっと早めに終わりすぎましたね。あ、これやっぱりあのタイミング合わせるやつ、これはついついちょっとタイミング合わせる。あ、来る、あ、来る、来るね。これ皆さん準備はよろしいですか。はい、はい、それでは参りましょう。ハートビートラジオ。はい、すいません、なんかいいね、ちょっと緊張してました僕。そういう日があったってさ、はい、それでは気を取り直してですね、はい、はい、今回のテーマです。鼓動の舞台に向けての体作りというテーマでお送りさせていただきます。私たち、まずですね、まあ、太鼓をとにかく叩いて打ち込めて稽古して、でそして体を作っていくっていうのは大前提だとは思うんですけれども、まあ、その他にも、皆さんさまざまなアプローチを行ってですね舞台につなげているということもあると思います。なので今回はその各々のやり方を、一人一人紹介してもらって、いろいろお話をしていただければなと思っております。はい、そして純平くん。はい、純平くんは、まあ、今メンバー何年目ぐらいだったかな。3年目です。もうまだまだこうバリバリ打ち込んでいく時期だと思うんですけど、はい、早速ですけど純平は何かやってることってある？今僕は最近ここ1ヶ月ぐらいはあの可能な限り10キロ走るようにしてます。行ける日は。すごい、ツアー中だったんですけど。行ける日は厳しい、まあ、厳しい。本番日とかはちょっと大変なんですけど、うん、まあ、移動日だったりオフだったりの時は、うん、行ける日はね、行けるとこまで10キロ。月に何回ぐらいあんのそれ。いやー、でもかなりこの間は本当にリアル半月、うんぐらいはあの続けるようにしてて、交流公演だったんで、あの、うん、終わりが早いじゃないですか。そうだね。だからまあ夕方5時頃戻ってきて、うん、まあ走ってっていう感じでしたね。なるほどなるほど、はい、走り込みだね。走り込みということで今純平が取り組んでいるっていう。はい、はい、ありがとうございます。そしたらじゃあゆうたさん。はい、ゆうたさん、まあ、今いろいろやってると思いますけど、若手から考えるとどういう感じで意識とか変わってたりしてるんですか。はい、そうですね、でもやっぱり最初はなんかとにかく力で全てを解決しようっていう発想あ、まあ、絶対起きると思うんですけど、はい、でやっぱり僕めちゃくちゃ細かったんですよ、線が。で研修生の時、まあ、181センチあるんですけど64キロとか65キロで、はい、でまあもともと笛吹きになりたいなって思ってたので、なんか面談の時とかも、あ、僕ちょっと笛吹きたいですねとかって言ってたら、はい、準メンバー受かって春から大太鼓ですって言われて何ってなって、でとにかくお前は食えみたいにやっぱり先輩とかにも言われて、でもとにかくもうガリガリだったんで、はい、もう一回でかくなれって言って、はい、でも2月3月で11キロぐらい増やして、だから研修生から1年生、研修生から1月に研修が終わるじゃん、はい、そっから準メンバーの2ヶ月でもう本当に11、12キロ増やして膝とか痛くなっちゃう感じ。すごいな。いや相当変わりますよね。相当変わる。で、まあ、その準メンバーの時はとにかく食べまくって、はい、で健太さんと夜中の2時にしゃぶしゃぶとか行ってましたよね。行ってたね高槻とかで、うん、
よく言ってたね。夜中2時やってるとこあるんですか？あるんよそれが、で本当にそういう感じでなんかその夜移動してから2人で焼肉とか行ってとにかく食べまくって、で最後の最後にヤゲン軟骨がいつも出てくるんですよね。で硬いやつが、ね、味がなくて硬いやつが出てくるんですよね。でもそういう感じでなんかアプローチしてたし、まあ、腕立て伏せとかもめちゃくちゃやってて、はい、なんか一時期腕立て伏せをやりすぎてまぶたの毛細血管が切れたことがあって、うわなんか目の上が真っ黒になってマジっすか、日焼けしたのかなって思ったらまぶたの毛細血管が切れてたアイシャドウ、アイシャドウみたいな、そう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 いやっていうぐらい最初は割とそういうアプローチだったんですよ。なんかもうでもうとにかくバチとかもバカみたいにでかくして、はいはい、もう何でもかんでもでかくする強くするっていう発想でやってて、はい、まあでもやっぱりそれの限界を感じたところから、まあ、今のアプローチに変わってったって感じですかね。なるほど、うん、その限界っていうのは一体どういったところで感じたりされるんですか？あ、もうこれ以上音出ないなっていう感じとか、単純に持久力がまあ、これ以上はどんなに鍛えてもっていうか、まあ、鍛えたらいけるかもしれんけど、なるほどなるほど、なんか音とかもやっぱり力をいっぱい打つとやっぱり抜けが悪くなるっていうか、はい、うん、なんかもうこの先に今の打法ではいけないなって感じた時があって、はい、まあそれ最近ですけどね、まあ、はい、まあ、6、7年ぐらい前かな、はい、でそこからなんかその、まあ、古道が昔取り組んでたその金子龍太郎さんが古道に取り入れた連携重心法っていうのがあって、はあ、それは僕らが研修生の時もまあ少しやってて、はい、今ちょっとなくなっちゃってるんですけど、はい、それをもう一回ちゃんと習おうと思って、で今でも通ってるんですけど東京に通い始めて、はい、でまあ連携重心法っていうのはそのまあ、型はないんですよ、はい、だからなんていうかその体の在り方みたいなで、まあ、いろんな要素でそういうトレーニングはあるんですけど、やっぱり型があるもので反復したいなって思って陳式56式太極拳っていうやつを今やってて、それはもうその56の型があるんで、その型をやればなんていうかこう意識するポイントがこう一通りこうさらえるっていう、はいはい、そう太極拳の中のもう一部っていうことですか？すべて。いやまあだから太極拳っていろいろあるよ、はい、みたいで、はい、老化式とか24式とか、でその中で陳式56式っていうのはなんか世界基準らしくて、もう世界のみんなができる太極拳、あ、うん、なるほど、それをなんか一応今習ってて、はい、でそこからやっぱり自分のフォームにとか自分の姿勢とかに反映させて、はい、まあちょっとやってるっていうのが今の感じですかね。なるほど、うん、確かに龍太郎さんがいらっしゃって研修所とか特に僕たちもこう習ったりはさせていただいてるんですけど、やっぱりイメージするのに精一杯で、うん、こう体現できてるかって言われたらあれなんですけど、でもそれを今の演奏スタイルに生かしてるっていうことですね。そうですね、やっぱり最初は難しいなって思う、はい、やっぱり打ちまくってもう筋力とかその力のアプローチでわーって行って、やっぱり自分でその必要性を感じないと、はい、なんかそのいきなりあもう脱力ですよみたいなのはやっぱり難しいっていうかえ本当ってなっちゃうじゃん、うん、なんかそれがやっとなんかちょっと追いついてきた感じがあって、あこういうこと言ってたんだみたいなのが、でやっぱりアプローチ変えた瞬間にやっぱりどんどん自分がまたより成長していくのがすごい肌身で感じられて、はい、まあ、今もやっぱりどんどんそういう研究を続けてるって感じですかね。なるほど、うん、確かにこう重心がこう下にってすごく安定してっていうことだと思うんですけど、うん、よくゆうたさんと、まあ、レオさんとかですかね、ケンタさんもそうですけど押し相撲とか押し相撲ねでもそれも結構、まあ、遊び感覚でもあるし、でもちゃんとこう体の位置だったりとか力の入れどころみたいなのもつかめるいい練習みたいな感じなんですか？うん、そうですね、やっぱり腰の角度と、はい、うん、やっぱり骨盤の形、足の形みたいなのを一番手っ取り早く結果に出るからね、勝ち負けが出るから、うん、そうです、僕も何回か対戦させてもらったことあるんですけど全く動かないですよ。いやいやいや、ゆうたさん全く動かないです。やっぱりそのやっぱりもう壁のような、はい、ちょっと立ち方をやっぱ目指していきたいな。そうなんですよ、本当に、はい、あの地面、足と地面が一緒になってる感じがやっぱすごいなっていう、うんうんうん、でも本人はこう柔らかいというか、うん、なんかそういう感じがあるのでちょっと僕も やりたいな。あ、ぜひぜひ、はいはい、いやでも本当に興味あります、うんうんうん、はい、順平とかどう聞いてて。そうですね、アップの時やってるのがあれですか、うん、そのあいつもアップの時やってるやつだ。そう
でもまだ俺36ぐらいまでしか行ってないから、あと20ぐらいは行かないと。うわー、でもまだまだあるっすね。そう、やっぱり1回習いに行って1つか2つとかしか進めなくて、やっぱりその単純に動きをやればいいっていうもんじゃなくて、はい、その動きの中に隠れてるこういろんな要素を丁寧に丁寧に教えてもらうので、はい、っていう感じですね。でもなんかそのそういう要素がこう曲の中にこう反映されて出てたりとかするのがすごい、あ、やっぱ必要なんだなっていうので、そうだね、その音を出すためにはその動きが必要なんだみたいなのは感じますね。こうゆうたさんって体ぶれないもんね。ぶれないですね。本当に横で見ててもどこで見ててもですけど、どの太鼓にしてもそうですけど。いやー、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは次健太さん。はい。健太さんが今、取り組んでいることって一体どういう感じなんですかね。そうですね。この前ずっと夏は毎日泳ぐっていうのをやってたんですよ。それは。なるほど。それもなんか春に肉離れしちゃって、はい、あ、めちゃめちゃ痛けどあんまりこう治んなくてどうしようかなと思って、あ、これ泳いだら治るかなと思って毎日海に入って。安静という選択肢はなかったですね。なかったですね。動いて治すっていう。はい、一応なんか見てもらったりして、まあ、筋肉がこう固まってるからって言われて、はい、で毎日泳いでたらすごく良くなって、はいはい、なんか呼吸もなんかいっぱい入るようになったんで。ああ、なるほどなるほど。それはすごい良かったですね。でも確かにスポーツ選手とかも、はい、あの回復トレーニングとかプール行ったりとかして、そう泳ぐというよりは普通にもう中で歩くとか、ただ浮くだけとか、うん、でもそういうのでも全然、そうそう、あのリラックスにもなるし、で体もほぐれていくっていうのがありますもんね。気分もすごくいいんですよね、泳ぐ。気持ちいいですもんね。魚とか泳いでたりとか。石前すごかったですもんね、日焼け。日焼けすごかった。だから海パンで泳いでるから、あのお尻だけ白くなっちゃって、はい、見事に真っ白でしたね。ふんどしの時にやっぱよく見ると、うん、お尻白いなって思う方。そんな注目ポイント言わなくていいし、ぜひ見てください。ぜひ見てくださいね。見てほしいですね。なるほど。ボンボヨ、ね、海好きだ。海ね、うん、俺らいつも真っ暗になっちゃいますよね。海はいいよ。海はいい。確かに日焼けしやすいんですね。そう。じゃあ逆にあの若手の頃、うん、入ったばっかりとか、うん、そういった頃って逆なんかそういう何を意識してたとかあるんですか。まあ、なんか入った頃は小田洋介さんっていう、はい、あの強烈な先輩がいて、はいはい、お前はあのもう体使ってむちゃくちゃ打ちまくれって言われて、あ、まあ、なんかいつも洋介さんと夏休みとかになると朝から走って、はいはい、うん、三宅とか巴とか屋台林とかそのパワー演目だけをひたすら練習して、でお昼は海に泳いでバーベキューしてっていうのが僕の体作りで、とにかく打ちまくってたってことですね。はい、そうですね。あとはやっぱりシルベスタースタローンを陽介さんが僕に教えてくれて、お前スタローン見ろと。なるほど、はい、一回見とけって言って、陽介さんの家でずっとスタローンの映画を何作品も見て、その逆境に負けない、はい、やっぱり精神なんか不器用で もう一生懸命やってれば勝てるから、ね、ロッキーとかランボーですよね、はい、もうまさに逆境に立ち向かっていきますもんね。僕は結構もうスタローンにかなり影響を受けてるんで。スタローンみたいな体してますもんね、はい、本当にね、あのスタローンってあの走り方とかもすごいあの独特でね、あれがすごい好きなんですよ。で、わかります、わかります。独特ですよね、めっちゃ早く走れなそうな感じなんだけど、あの一生懸命走ってる姿がやっぱ心打つというか。なるほど。で、わかります。僕もやっぱ健太さんにで、ね、スタローンいいよって言われて見始めて、うん、で、あの一回共有してもらったのが、あの多分ランボーだと思うんですけど、うん、あのスタローンが上裸で馬に乗ってであのヘリコプター、軍事ヘリコプターに立ち向かっていくシーンがあるんですよ。馬ですよ。で上裸なんですよスタローンが。どういうことって思うんやけど、やっぱかっけえなって、まあ、それぐらいそんなもう捨て身の心でこう立ち向かっていく姿っていうのはかっこいいなと思いますもんね。
春ねみんなで筋トレしてた時も、ね、やりましたね、ずっとロッキーの曲とか、はい、中庭で、はい、モチベーションがかなり上がるのでめっちゃ上がりましたねスタローンおすすめですね、おすすめ、あの、はい、はい、見てください、ありがとうございますはい、ではじゃあ私なんですけれども、はい、もうちょっとあのちょっと薄い感じになっちゃいますけどまあ僕結構体鍛えるの好きで、うん、はい、よく、まあ、シンプルにもう本当にシンプル筋トレです僕は、うん、もうけん、あ、研修所じゃない、子供村の地下にちょっとトレーニングルーム、軽いトレーニングルームがあるんですけど、そこで懸垂やったりだとか、こうダンベル持ってやったりだとかで自重やったりとかっていうのがすごく主なんですけど、結構そのきっかけっていうのが、まあ、結構僕どちらかというと太りやすい体質なので、あの その当時先輩に、まあ、言われてしまったんですね、こうちょっとこういじる感じで言われてしまって、それが結構悔しくて、でもいや、あの実際そうなってるのは事実だから、これを受け止めないといけないと思って、こう思い切り先輩にお願いして教えていただいて、でそこから結構変わっていく、自分がすごく楽しくなってきて、で筋トレを始めたんですけど、結構、まあ、シンプルにパワーが上がるので太鼓も打てるようになってくるし、うん、で結構メンタル面がすごく安定してくるなっていうのが、なんか自分に自信が出てくるじゃないですけど、なんかっていう実感っていうのがすごくあったので、まあ、今もそんなにゴリゴリやってるわけじゃないですけど、定期的にやるように、うん、はい、しているっていう感じですね。いや、一世さんこの間すごいなと思っ話してて、はい、思ったのが、あの結構その、まあ、期間的にはよると思うんですけど、はい、こう食事も結構ストイックに、うん、なんかこう糖質ってか脂質抜いたりとか結構厳しくやってて、意外となんかこうなんていうんですか、やっぱこう食事もやっぱ精神安定剤じゃないですけど、うん、そうだね、お菓子も飲みたくなるしコーラも飲みたくなるじゃないですか、うん、やっぱりお菓子飲むの、はい、お菓子食べたり拾いましたね拾いましたね、一応拾っとこうかな、はい、うん、コーラ飲みたくなったりするんじゃないですか、飲むほどお菓子、はい、まあそうだね、なんか僕もやっぱお菓子大好きやし、うん、甘い飲み物とかも大好きやし、でもなんかそれを完全にシャットアウトしてるわけではなくて、うん、そうですね、このままちょっと食事についてもちょっと話していこうと思うんですけど、皆さんからもちらっとこういろいろありましたけど、結構僕はいろいろやったんですよ、糖質、いわゆるケトジェニックですね、ケトジェニック系だったりとかで、シンプルに脂質の方をカットする、ローファットの方だったり、今は結構ローファットの方にシフトしてるんですけど、あのなんて言ったらいいんだろうな、なんかやっぱりこれ体質による、体質による、僕はやっぱり太りやすいから、やっぱそういう食事の面を気にしないと、どんなにこう動いても結構ね、あの摂取カロリーが上回っちゃいがち、代謝が良くないのか分かんないけど、結構そこは意識しながら、でずっとケトジェニックやって、要するにご飯食べないとか炭水化物をなるべく取らないようにしてたんですけど、そうするとね、あのしんどいシンプルしんどい、はい、気持ちがしんどくて、でローファットだと例えばまあ唐揚げだったりとか、おかず、ご飯に合うようなおかずっていうのはちょっと食べづらくなってくるけど、でもちゃんとご飯とかは食べれる、だから結構満足感はあって、結構こっちの方が性に合ってるなっていう風に思って、で僕和菓子がすごい好きなんですよ、で洋菓子も大好きですけど、やっぱどっちかといったらおまんじゅうだったり大福とかどら焼きとか、そういう和菓子が好きなんで、和菓子はあの脂質がほぼないなので、いっぱい食べれる、あ食べちゃダメやけど食べすぎたらあれやけど、でも甘いもん食いたいって思ったら食べれるっていう、それはいい、精神的な安定的なところがあるんで、僕は最近はなるべく夜は揚げ物食べないとか、いやで朝はあの卵かけ納豆キムチご飯を毎日食べてでお昼はこの子供村だったりとかはあの食事が出るので、そこは気にせずしっかり食べるようにします。それは 昼間に食べたものっていうのはちゃんと 代謝というかあの消化してくれるんで、ちゃんとエネルギーに変わってくれるんで、昼はしっかり食べる、で夜は家に帰って鶏胸肉とブロッコリーとゆで卵を食べるっていうすごいですね、なんか夜が一番こう
なんて弾けたくなるじゃないですか。いや分かるよ分かるよ、もうお酒も飲みたくなるし、お酒飲みたくなるしっていう、うん、そうね、それをやっぱこう抑えつけられてるっていうのがやっぱすごいなと思います。いやでも食べる時とかやっぱ食べるよ。あ、うん、でもそれあくまでそうやってすることによって、あの普段はこれっていう風にできるんで、うん、戻ればいいだけなんで、はい、なので脱線してもあの大丈夫みたいな、なんかボディービルの大会出るわけじゃないからそんなにあれじゃあれそんな気にする必要はないけど、なんか僕はまあそういう風に今食事は気をつけてますね。はい、ゆうたさんとか食事の面では何か気にしたりとかしてますか？まあでも、まあ、僕もともとあんまり胃腸が強くないから、あ、なんていうか食事は普通に日本人らしい食事を心がけてる野菜食って和食、そう和食が基本かな、はい、あとまあ鶏胸肉はとかに食べてるし、やっぱそうですよね、うん、まあ、冬場とかはやっぱり鍋がすごい好きだから、はい、鍋ってもう完全食じゃん。そうですね、まあ、鍋食っとけば大丈夫みたいなとこあるから、はい、俺毎日水炊き食えるもん、はい、もう毎日水炊き食えるから、だからツアー中とかはもう最近鍋持ってって、あの電熱器付きの鍋を持ってって、もう出先で自炊して水炊き、もう水炊きを食うっていう。なるほど、それ一番調子いい。なるほどなるほど、うん、それは確かにいいですね、うん、うまいし、はい。健太さんとか何かありますか？普段気にかけてることとか。そうですね、なんかよく食べるようにしてます、やっぱり。あ、健太さんはむしろよく食べる。あ、健太さんは食べないと痩せちゃう方ですよね。痩せていくんで、でなんか一時これも怪我ばっかしてた時があって、はい、である時その針の先生、はい、お世話になってる人のとこ行ったら、お前栄養が足りてないからなんかいっぱい栄養のこと勉強しなさいとか言って、うん、でなんかタンパク質を多く取ったりとか、はい、1日5食とかもやってましたし、あ、結構そういう体調良くなりましたね。やっぱ食べるの大事ですよね、うん、食べるの大事だ。ちょっと制限してる自分が言うのはなんですけど。いや体質だよね。でもやっぱり体質です。もうめちゃくちゃ燃えてるんやろね、はい、多分ケントさんの中でもバーって消費されてるんじゃないですか。言い方変えると燃費が悪いんでしょうね。車とかで言うと100m 走るのにおにぎり1個でいいはずなのにおにぎり2個必要みたいな、なんか公演終わってもすぐ食べるな、はい、バナナ食ったりとか。メンバーの三枝くんとかも本当にずっと食べてるね。だからでも本人 もうめっちゃ食べるように意識してるとか言ってたりとかして、いやでも そっちはそっちで個人的にはこう太りやすいんでちょっと羨ましくも思いますけど、でもお互い様というか、いろいろね、はい、体質があるもんね、はい、お互いに気にかけていってるって感じですけどね、うん、ちなみに純平は今なんか食事とかってどう？僕は最近はお菓子と油物を抜くようにしてますね。すごいドヤ顔で言ってるもうあとはお菓子とか食べてしまった時は特保が出してるあの白いコーラあるじゃないですか、あのゼロキロカロリー、あれね、あれを飲むと健康になる。あれだけでうまいし健康になれるってやっぱ素晴らしいなって思う。急になんかそれ枠できてるけど、めっちゃ10キロ走ってるんちゃうの。いやでも最近は本当にそのお菓子とか唐揚げとかその本当に揚げ物は抜くようにしてて、うん、であと小学校っていうか最近まで肉だけでいいって思ってたんですけど、やっぱ小学校はいつ、言いました。小学校の時に、うん、なんで野菜を食べなきゃいけないのかってずっと疑問に思ってて、なるほどね、肉しか食ってないライオンが死なないんだから、うん、でもまあ僕らも肉だけでいいんじゃないかって思ってたんですけど、最近は野菜も意識的に食べるようにしてます。なるほどね。その理論はね結構極端な方になってくる。純平はライオンなの？いや違います。まあでもまあ動物というくくりでね、くくりでは一緒かなって。でも結構ねその話意外とあって、ボディービルダーの人とかも強い肉を食えば強くなるっていう、要するに強い獣とイノシシだったりとか、なんかそういう系の獣の肉を食えば必ず強くなれるっていう理論を言ってる人がいて、そうなん、結構ね極端やけど、でもあながち間違いじゃないのかなと思って。あるよね、さ、はい、精進料理とかもさ、もう野菜を丸ごと食うじゃん、はい、もうほうれん草の根っこも全部食う、はい、あれはもうあの個体は
全部で完結してるっていうか、はい、もうあの根っこから葉っぱの先まで全てでこう完全調和が取れてるから、それをどっかだけ食うのはダメだっていう発想らしいですよ。全部食った方がいい、全部食った方がいい、もう全部食った方がいい、根こそぎ根こそぎ名の通りね、うん、でも根こそぎ食う、本当に全部食べるもんね、精進料理は何にも残さないで食べる。でもそういう発想もさっきの発想にちょっと似てるなと思ったから、あ、うん、確かにそうですね。いやでもそうだな、なんて言ったらいいんだろう、やっぱ食事僕らやっぱ結構動くんで、やっぱ食べないといけない部分はあると思うんですけど、はい、もう僕もなんかいろいろ話聞いてもうちょっと食べようかなと、ちょっとなんか思っちゃいました。うんうんちゃうね。まあバランスだよね。本当何事もバランスです。はい。いろんなバランスです。いろんなやり方を紹介するというコーナーなので、うんうん、はい、ということで、はい、いい感じだと思います。でちなみになんですけど、まあ、またちょっとトレーニング話に戻るんですけど、斉藤栄一さん、はい、我らが大先輩斉藤栄一さんはですね、体幹トレーニングとか。うん、もう結構されてたりだとか、で女性メンバーとかも多いですけど結構入念にストレッチされたり、うん、インナーマッスルを鍛えるっていうところは結構女性メンバーだったり H さんだったりとかも、取り組んだりしているので、本当にいろんなアプローチで鼓動の舞台が出来上がっていると思っていただければ、はい、いいんじゃないかなと思っております。ここでだんだんとエンディングとさせていただきます。いはい、こうやっていろんなやり方がある中で、こうまあ、やるべきとかそうしないといけないよっていうことではなくて、まあ、シンプルにも僕たちはこうやってますということを、知っていただくことでございますので、もし何かあったらまたメッセージフォームだったりとかに何かおすすめの方法があったら、投稿していただければと思っております。引き続きハートビートラジオでは皆様からのメッセージやリクエストを募集しております。どんなメッセージでも気軽に概要欄のメッセージフォームからお送りください。 YouTube だけではなく Spotify や Podcast からも聞けるようになっております。ちょこっとハートビートラジオもちょこちょこ配信中ですので、そちらもぜひお楽しみください。最近はスパチャもいただいたりと日頃の応援ご支援本当にありがとうございます。これからも鼓動のいろんな一面を感じていただけるよう楽しい番組を目指してまいります。はい、ありがとうございます。現在焦燥ツアーだったり交流公演ツアー真っ最中でございますが、いっぱい叩いていっぱい食べて、うん、精一杯、鼓動の舞台お届けしてまいりますので、皆さんどうぞこれからもよろしくお願いいたします。それでは次回の配信もお楽しみに。